森久保祥太郎です。バンコクから南へ列車で4時間、ホアヒンというリゾート地がある。1993年の秋、少年は初めて飛行機に乗った。そしてその翌日、列車を乗り継ぎ異国の地ホアヒンの駅に降り立った。少年は駅前で自転車タクシーを拾った。そして一言だけ行き先を告げた。ムエタイ。それは彼が知っていた唯一のタイ語だった。そして次週の雲南タウンは眼力王決定戦ファイナル。さらなる難問が次々と出題される。現在首位を独走態勢のカズキを追い越すべく、南原、堀、田丸、そしてずっとビリの内村が怒涛の反撃を展開する。果たして奇跡の逆転劇は巻き起こるのか。全ては次週。長かった戦いの終止符がついに打たれる。10月10日金曜日夜7時からお送りするオールシーズンリゾートプログラム、サーフサイド FM。 この秋聞きたいドライビングリゾーティーなナンバーへのリクエストもただいま受付中。携帯電話の番組サイトで待ってます。アドレスは www.bayfm.co.jp。 Let's go to the sea!